パパパパラパラパパパパラパラパパパパラパラパパ子育てサークルさあ作ろう気の合う人が集まってなけりゃ作ろう私の策メンバー集めは簡単さすくすくすむんで募集しようすくすくすむんで見つけましょう仲間作りをサポートしたり月に一度育児講座も開催しているんだってここで親友をチェック春田西カナリア第三保育園内立東市地域子育て支援センター編会場のママさんたちにアンケートうちの子天才と思った瞬間はアジアの国と首都の歌を覚えて歌っているとき隣の家の車のナンバーを覚えていたとき2歳にして鉄棒の前回りができたとき大きな声では自慢できない私の特技は料理の目分量片足バランスで靴下が履ける指かっくん今何デビューしたい子供2人でのど自慢デビュー働くママデビュー漫画喫茶デビューだって親友をチェックこれまで回った子育て支援センターは延べ32カ所放送回数は39回。あなたの街に私たちが行きます。次回は1月25日水曜日朝10時30分から長浜市アイアイランド子育て支援センターだよ。集まれ親友。お絵かきパンダ先生。子供の似顔絵添削するよ。パンダポー。パンダ先生絵かき歌よいしょよいしょ。まずはパンダを描きまして、ヒゲとメガネであっという間にパンダ先生描くんだんだ。お、この絵は元気いっぱいの笑顔がよう描けとるね。素晴らしい。パンダ4、絵を見るだけで朗らかな気分になるな。はい、聞いて聞いて。山で蛇に噛まれた時の注意、聞いてないと困るよとか言ってそうなアウトドアのリーダーにも見えるな。お、この絵はそれぞれよく特徴を捉えてる。さすがママ。パンダ先生劇場、おはぎをつまみ食いしたのは誰？僕食べてないよ。ほらペロ。僕も知らないよ。そうしたい。お口の周りがあんこだらけじゃないの。じゃんじゃん。お、この絵はちょーっとはにかんだ女の子らしい可愛らしさがよう出てます。桜木ってクラスに好きなやついるのかとか不器用に聞いてそうな感じやな。お、この絵は目と眉、髪の毛の感じがそっくり。フリーちゃん、僕のハーモニカ吹かんといてってお願いしてるようにも見える。おいかけ、パンダ先生、またね。トラトラ、イクメンのトラ。2011年マジックバルーンアートで子育てをイリュージョンしたイクメンイリュージョンズ。
そしてついに2012年新企画、俺たちのパパごはん。チャレンジするのはすくすく寸分を作っている藤井組の藤井組長と琵琶湖放送の竹内部長。体を張ってパパごはんを作ります。ということでやってきましたトマトクッキングクラブイオンモール草津スタジオ、榎並先生に指導してもらいながらいざトライです。僕たち正直お料理教室なんて全く縁がないと思っていました。先生は怖いコックさんかと思いきや優しそうな先生でほっと一安心。実は最近お料理教室では親父の手料理パパご飯が花盛りだそうです。知らんかったな。今パパご飯が熱い理由、家族の喜ぶ顔が見られるから、子供にすごいと言われるから、奥さんが病気の時に代わってあげられるから、そんなイクメンが急増中なんですよね先生。それでは実際に調理してみることに。今日の料理はこちら、パパごはんメニューボリューム1はカルボナーラ。お子さんも奥さんにも喜ばれて食卓が一気にイタリアン。ところで先生はかなりの褒め上手。ここで一個、パパごはん奥さん褒めてやる気出る。さらにこんな技も教えてもらいましたよ。題して、料理が素人でも家族の前でかっこよく決めたいイクメンのための手っ取り早いちょい技講座。ふう、言えた。パスタを湯に入れるときはギュッとしてパー。もう一丁こんなのも。盛り付けは片手ひねりでふんわりと。カルボナーラできました。パパごはんメニューボリューム1カルボナーラ完成。詳しい作り方は奥様に聞くのが早いよ。先生、最後にパパご飯にチャレンジするイクメンのみんなにアドバイスをお願いします。難しい、苦手っていう意識が強いと、なかなか作りたくてもできないっていうのがあるんですけども、いざ今日も作っていただいたら意外と簡単っていう男性の方よくね言われるんで、何事も怖がらずにどんどんチャレンジしていただきたいなとは思います。イクメンの空さん、子育てにまた新しいワクワクができました。奥さんにも喜んでもらえて一石二鳥です。今年はパパご飯で夫婦関係もイリュージョンします。立東市地域子育て支援センター、楽しいよ。エンディングテーマはカリパリプリン。子育て支援センターだよ。親友集まれ。